はい、こんにちは。今日はですね、アーとザーの違いについてとりあえずお話したいと思います。アーというのはですね、どれでも A から1個取り出してきて、まあ適当にその辺のものはアーというわけであって、ザーというのはそいつでないと絶対あかんのですよ。特定のものを指すのがザーということですよね。で、ついでに、エニーとサムとの違いについてもお話しすると、エニーもいくつか、まあ、適当にあるものなんかからどれでも A からエニーっていうことでね。で、サムというのは、まあ、漠然とその辺にあるもん全体を指してて、数にあんまりこだわって、ね、時に使うと。従って、エニーは、サムの否定文とか、疑問文で使わなあかんとか、まあ、そういうことありますけども、それ以前に、エニーってのは、まあ、数あるうちの中のどれかっていう時に使います。例えば、大学入試なんかでよく出るのが、富士山は、より高いと。ね、マウント富士 is higher ね。富士山は、なんかと比べてより高いと。で、比べるときに、まあ、どの山はとっても高いですよと。ね、どれもって見てもうても、富士山はもうね、間違いなく高いっていう、最上級を表すのに比較比を用いた表現ね。これを入信で言うんです。で、例えば、マウント富士 is higher と来たら、ザンが来ますよね。で、ザンの次に、any other mountain になるわけです。ね、要するに何が言いたいかというと、エニーやからって言って僕数字が来るわけでのって、エニーっていうのは数あるうちの中からどれもできてもという意味でエニーを使っている。従ってこの場合はマウンティンの後ろは S がつかへんということですよね。で、これね、入試っていうのは別に英語力を試すだけやのって、まあ、もしの雑な豆知識知ってばっかということで、まあ、入試ばっかっていうか、これ必ず入試によく出る問題なんで、any other の後ろは単数形が来ると。ね。今日これ一つ覚えてください。以上です。